まず最初に後藤拓磨選手入場です。続きましてカウアン谷野選手入場。フロー呪術タクマゴトー。福住呪術カワンタニノ。お前さあ準決勝第2試合、後藤拓磨選手対カウアン谷野選手。さあこのしっかりガード作れるかどうかが、ね、そうですね。もうカウアンの動きを止められるか、一回ハーフで落ち着きたいですね。後藤選手ね、先ほどの試合もそうでしたが、がっちり固めて、まあ、ポイント優勢で勝ちたいというところでしょうか。さあ、カウアン選手、はい、パスガード3ポイント。後藤選手は、パスされる際はハーフ入れるのうまいんですけど、それをしっかり腰側に寄ってパス取り切りましたね。あ、でもまたハーフに戻しました、はい。さあ、後藤選手としてはどうにかね、こう光を消すような試合展開が必要か。さあ、もう一発戻して3ポイント。パスガード連続で2度取られたような形。さあ序盤から大きくポイントを許してしまった後藤選手。さあカウアン選手はどう仕留めていくのか。相変わらずね、表情も余裕の表情という感じですね。そうですね、さっきもちょっと髪型を気にしてたっすね、インターでさあ2オン、さあ2ポイント入りました。さあここで細かくねポイントを稼いでいって、お、今のは、腹心からは入っていないというようなジェスチャーもありましたが、さあもうね、ポイント取るだけ取って最後1本というような、本当にもうやりたい放題な感じの試合展開、先ほどは試合展開でしたが、そうですね、まあ、今も、まあ、戻されてもすぐパス出るというふうに考えているような動きを見せてますね。全然戻させてますね。さあもう自由自在、あっという間に逆サイド。さあそしてまたパスガード3ポイント。さあラペラを引き出して、そろそろフィニッシュの体勢かという感じですね。さあマウント、そしてラペラを取って、さあ後藤選手もね、どうにか固めていきたい。少しでもバックですね。さあこれはバック抜けましたね、はい、選手のトップですね。さあ川野選手もね、抜けても全くいいに返さない形。まあそうですね、後藤選手はでも、まあ、もう攻めるしかないという感じではありますが、さあ今度は足を抱えて簡単に抜けられてしまう。パスガードで2ポイント。スイープリーポイントですね。パスガードもう一発マウントに、パスガード3ポイントでマウントに4ポイント、マウント入ってます。もう大量得点。さあ20、あっという間に24対0というとんでもない点差になってしまいましたが、なんか見入ってしまいますね。そうですね、先ほどもね、その大柳選手がね、あんまり解説することが実はないんですよねというのこともあ言ってましたが、
ちょっと解説しづらいですね。そうですよね。あまりこう、まあ、正直、まあ、そのポジション的な攻防というものがあまりこう見られないような展開にはなってしまっているかという感じですね。さあこれがね、最年少の紫帯カウアン谷のこの試合は体重差っていうとどのくらいの体重差でいうと、後藤選手が 79.8 キロ、カウアン選手が 90.5 キロなので、まあ、10キロぐらいカウアン選手の方が重いと、まあね、90.5 キロの人にあの動きされたらそうです、ね、やばいなっていうのはちょっと思います。後藤選手にも軽い動きをね見えないですよね、そんな体重があるように。そうですね。さあまたパスするとマウント、さあそしてさあまたねパスマウントで7点献上、さあそしてここは腕をさっきから特別な動きしているわけじゃないんですけど、まあ、コンビネーションの精度とかタイミングとか、そう今締めですね、はい最後は締めが入って一本勝ちと、まあ、なんかね見てて本当不思議な感じがしますよね、こうなぜこうも簡単にポジションが取れるのかという感じは、ね、若干するような動きでしたが、圧勝と、準決勝も圧勝でカウアン・タニノ選手見事一本勝ち、勝者カウアン・タニノ、まあね、本当に文字通り、汗一つかいてないというような。カウアン選手に勝利のコメントをいただきましょう。まあいい試合でした他にコメントすることがないんで、あでも相手もすごい強かったなと思ってました。すごい粘ってきたんで、まあでも、ガードも重かったんですけどやっぱり僕の方が早かったんでまあ止められる人はいないかなと思います。まあこの調子で次の試合に行かせます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、まあ、本人もね言ってますが、まあ、コメントのしようがないというのも、まあ、確かに正直なところでしょう。非常に、ね、余裕の表情で余裕の試合展開、まあ、決勝としては、一応ランジェル・ホドリゲス選手が決勝で当たるというところで、まあ、体重差もありますし、まあ、ここちょっとね黒帯の意地を見せてほしいというところではありますが、ね、はい、こういう形になりましたね、トーナメント山組、左側のブロックはランジェル・ホルゲ選手が決勝進出、そして右側のブロックはカウアン・タニノ選手が決勝進出、賞金30万円を受け取る。